はい、それでは今日の物理始めます。ここにシリンダーがあります。中に単原子分子離素基帯が入っています。外気圧は P0 パスカル、でここの A 内の気体の気圧圧力は P0 パスカル、体積は V0 立方メートル、温度が T0 ケルビンです。で問題の A の空欄を埋める問題ですが、ヒーターの電源を入れました。で体積が V0 から V1 になったわけですね。膨張したわけです。V1 立方メートルになったとき、このヒーターの電源を切ったわけですね。で、切った直後の A 内の気体温度は何ケルビンかという問題です。ですから、これ外気圧が同じですから、この、まあ、膨張しますけれども、外気圧と同じですから、やはり P0 ですね。この気体の圧力が P0 で、体積が V1 になったと。温度がまあ T1 としましょう。です、T1 を求めるというわけですね。ですから、まあ、この場合はまあ低圧変化ですから、もうシャルルの法則を使えばいいですね。 T0 分の V0 イコール T1 分の V1 だと。これが一定ですから、結局 T1 はこれとこれかけたものが等しいですね。ですから T1 はかけたものが等しいですから、 V0 分の V1、 V0 分の V1 のこれの T0 倍ですから、まあこちらの V1 が大きいですから、 T0 よりも温度が高いというわけですね。ですから答えは、結局こういうふうになります。それでは糸の空欄を埋めるものです。電源を入れてから切るまでの間、つまりここからここですね、気体が外部にした人、気体が外部にした仕事は E ジュールであり、気体がヒーターから得た熱量は U ジュールであるという問題です。これはまず E の問題ですけれども、これは気体が外部にした仕事は P0 パスカルですね。でもって、つまり W イコール P デルタ V という式に当てはめればいいですね。ですから気体が外部にした仕事は、この P が P0 パスカルですね。 P0 デルタ V は V1、 V0 から V1 になりましたから、 V1 マイナスの V0 だというわけですね。ですからもう答えはもうこれでいいわけです。 E の答えはもうこれだというわけですね。で次に U の問題ですけれども、 U の問題はこのヒーターから得た熱量はいくらかという、これはまあ熱力学第一法則でやってもいいわけですが、つまり Q イコールデルタ U プラス W した仕事でやってみるんですが、もうこれ明らかに低圧変化ですから、熱量は N モルとして C、 低圧モル比熱 CP とするとデルタ T と、これでもできますね。これ N モルの場合、まあ N モルはどう表すかというと、この N モルはどう表すかというと、このここですね、気体状態方程式 P0V0 イコール NRR は気体定数です。 T0 より、まあこの場合は NR と、まあ、一応求めてみましょうか。 NR イコール T0 分の P0V0 ですね。こうなります。まあ一応これを使うわけです。でこれ N の低圧モル比熱は2分の 5R ですね、気体定数で。ここに NR がありますから、これ使うわけです。でデルタ T は何かというと、 T0 から T1 になりましたから、 T1 引く T0 だというわけですね。ですから2分の 5NR、 つまり2分の 5NR というのはこれです。 T0 分の P0V0 で、 T1 引く T0 は、 T1 は 前にありましたね。 T1 は、この T1 というのは V0 分の V1 の T0 だというわけですね。ですからT0 でくくは V0 分の V1T0 引く T0 ですね。でこれこれはどうなるかというと、 T0 でくくると V0 分の V1 マイナスの1だと。ですから結局 Q は2分の5、まあこれはここはさらに V0 分の V1 マイナスの V0 ですね。ですから結局 Q は2分の5の T0 分の P0V0、 これと T0 と T0 でくくりましたから、 V0 分の V1
これで T0、T0 消える、V0、V0 消えますから、2分の5の、結局、P0 の V1-V0。これが、まあ、知った人のことですが、これの2分の5倍だということですね。まあ、熱力学の第一法則で、これこうなりますが、熱力学の第一法則で やっても、まあ、同じ結果が得られます。別解としては自分でやってみてください。まあ、結局ここの右の問題は答えはこうなります。次は空欄 A の問題です。再び今度は A 内の気体の圧力を元に戻したわけですね。初期状態に P0、 温度を T0、 それから体積を V0 として、今度はヒーターの電源を切った状態ですね。で、手でゆっくりと右に動かしたというわけですね。動かしたというわけです。動かし、体積が V1 になったとなったときに、ピストンを固定したというわけですね。まあ、つまり、ここに熱がありませんから、断熱膨張させたというわけですね。この全問の場合は、これゆっくりというんですから、この P0 と同じ圧力ですが、この場合は手でゆっくりと、手で断熱膨張させたわけですね。ですから圧力も変わるし温度も変わるわけです。ですからこの場合 P0 ではなくて、まあ一応 P1 としましょう。で、温度が T1 とします。断熱膨張したわけですね。ですからここに熱がないわけです。ですからここの気体の圧力がどうなるかというわけですね。まあ、このヒントとしては、その断熱変化の場合は PV の3分の5乗イコール、これが一定だという、これを使いなさいという指示があります。ですから ここでやってみ、温度以外でここですね、やってみていいわけですね。これを最初は、まあ、P0、 V0 の3分の5乗だと。今度はこれとこれと P1 ですね。 P1 と V1 ですね。 V1 の3分の5乗が同じだと。ですから求めるのは圧力 P1 ですから、これをこちらに持ってくると P0 の、3分の5乗同じですから V1 分の V0 だと。3分の5乗ですね。まあ、V1 分の V0 は V0 が小さいですから、これ1より小さいですから P0 の方が、 P1 の方が小さいわけですね。で、まあ、断熱膨張して、こちらが気圧、圧力が小さいですから、まあ、こちらに固定、ピストンを固定したわけですね。こちらが大きいですから、こうなりますから、ここで固定したわけです。ですから一応 A の答えとしては、こういうふうに、なるわけですね。次は O の問題です。その後固定したままヒーターの電源を入れ、ここから電源を入れたわけですね。A 内の気体の圧力が P0 となった。 P1 から P0 にまたなったわけですね。まあ、増えたわけですね。ヒーターの熱によって P0 となったとき、ヒーターの電源を切ったというわけです。で、 A 内の気体が ヒーターから得た熱量は何ジュールかというものですね。で、これは、まあ、V1 はまあ同じですね。これ固定していますから体積は同じです。しかし、まあ、ヒーターでもって熱を与えましたから、温度が T1-2 になったとします。で、まあ、圧力も変わったというわけですね。ですからこの場合は、これやはり熱力学の第一法則を使って、まあ、エネルギー保存則ですね、Q イコール、まあ、で内部エネルギーの増加プラス気体が外部にした仕事ですね。このした仕事はもうこれ体積一定ですから、これはゼロだと。これはゼロですから、結局与えた熱はここの内部エネルギーの増加を考えればいいわけですね。ですからデルタ U というのは2分の 3NR デルタ T だと。デルタ、2分の3の NR は前にやりましたね。この場合はここを使ってみる、まあ、NR デルタ T は、まあ、T1 から T1-2 になりましたから引く T1 ですね。で、 NR は、まあ、これ使ってやったわけですが、ここを使ったらちょうど T1-2 が消えそうですね。ですから、ですからここでの状態方程式を考えます。 P0V1 イコールモル数は変わらないですから、NR の、まあ、T1' ですね。T1' より、NR は T1' 分の、P0V1 だと。これをここへ持ってくる。これをですね、ここ。ですから2分の3の NR は T1' 分の
P0V1 だと。で、T1-T1 ですね。で、これ、これは T1' ですね。T1' とこうなるから、2分の3の P0V1 と、T1' 分の T1' で1引く T1' 分の T1 になります。ですから、ここですね。これと、ここを求めればいいわけですね。これですから、ここで、ボイル・シャルの法則を使うと、T1 分の P1V1 は T1' 分の P0V1 ですね。P0V1 です。で、求めたいのは T1' 分の T1 ですから、T1' 分の T1 こっちまで来ると、T1' 分の T1 は、これをこっちまで来ると、これをこうなりますから、P0V1 分のP1V1 ですね。ですからこれ、持ってくるわけです、ここへ。ですからこれは、V1 と V1 消えますから P0 分の P1 になるわけですね。ですからここも、これデルタ U ですから、ずっとこう聞いてみますから、こう、まあ、一応こういうこれですね。デルタ U はですから、結局デルタ U は2分の3 P0V1 1引くこれですね、これ P0 分の P1 だと。で、P0 分の V1 というのはこれ、ここですね。 P0 分の V1 は結局これが残るわけですね。ですからこれは P0 分の V1 になるから、 V1 分のV0 の3分の5乗になります。ですからこれがもうこれでもって V1、V0、P0 でもってもうすでに知られた基地の量でもって表すことができますね。で、デルタ U というのはこれが0ですから、つまりヒーターが得た熱量になるんですね。これがすなわち Q ですから、結局 Q は結局 A 内の気体がヒーターから得た熱量はこれでなるんですね。ですから2分の3の P0V1 の1引く V1 分の V0 のこれの3分の5乗ですから、これがこういう格好になりますね。これが O の答えになりますね。今回は同志社大学の2018年の問題です。A から O までは、まあ、その1です。次回はその2として、O からの、かから、かの問題から始めます。